は 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、スズキイモなど1日に15キログラムから生まれたばかりのベルーガは
ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では、魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガに、ホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど、1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき、誠にありがとうございます。オーロラの海では、ベルーガをご覧いただいています。ベルーガは、北極周辺の冷たい海に暮らす、イルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン。メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には、厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白いイルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは、濃い灰色をしています。成長するに従って、徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では、魚、エビ、イカなど、100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガに、ホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど、1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。
ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らす
にまるもらうといいです。デルタは予想が魚、エビ、イカなど100種類もの生物を育てていると言われています。当館ではデルタに、ホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。成長するに従って
ただいま閉館時間となりました。またのお越しを。